はい、どうも皆さん、こんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回やっていくのは、なかなか難しい算数の問題。三角形 ABC の中に正方形 PQRS が内接している。BQ イコール QC であるとき、正方形 PQRS の面積を求めようと。まあ、この問題、算数オリンピック、すなわち小学生が解く問題なので、ルートを使ってはいけないんですけど、まあ、ぶっちゃけこの問題、ルートを使ったとしてもかなり難しいですね。まあ、それぐらい難しい問題だからこそ、まあ、算数でね、パズルを解くかのように、うまくね、パチッとハマった時の気持ちよさっていうのも段違いなんですよ。まあ、今回そのパズルがハマったその快感っていうものをぜひ感じ取ってもらえたらいいなと思います。それでは初めに使うべき条件を整理していきましょう。この四角形 PQRS が正方形っていうのは当然使うわけなんですけど、これね、三角形に3点 PQR で内接しているっていうことは重要。まあ、すなわち点 S っていうのはチューブラリンなんですよ。これを言い換えると、このように PR で切って点 S を除いてあげても、実は関係ないんですよね。この三角形 PQR が、直角二等辺三角形ですよ。この面積を求めて、それを2倍してあげれば正方形 PQRS の面積が出ますよと。まあ、こういうふうに考えてあげてもいいわけなんですね。で、次に考えてほしいこと。三角形 PQR の面積求めたいな。まあ、ここね、三角形 ABC との関係でいくと、まあ、この AP 対 PB、ね、7対6、1対1、2対9っていうのが分かってるわけですね。この三角形 PQR っていうのを直接求めに行くっていうのはかなり難しい。なので、全体から周りを引いていくっていう手法を取っていく。まあ、これは定石なんですけど、この時に使うのが、角度を共有する赤の三角形と青の三角形の面積比が AB 対 CD、二つの辺の積の比ですよっていうのを使っていくわけですよ。これを使うと三角形 ABC、ここが13センチ、11センチっていうのを使ってあげて、三角形 ABC を 13×11 の丸143っていうふうに置いてあげると、三角形 APR っていうのはその13分の 7×11 分の9倍、すなわち丸63。三角形 BPQ は13分の 6×2 分の1の丸33。同様にここは丸13っていうふうに求めることができて、じゃあ三角形 PQ はって言ったら、これ全体から63、33、13を足したのを引いてあげればいいので、丸34というふうに求めることができる。まあ、なので、あとは丸1を何かしらの手段で求めさえすれば、それを34倍すれば PQR が求まって、まあ、正方形はその2倍と。まあ、簡単に求めることができるわけですね。ただこの丸一を求めるのがかなり難しいんですよ。ね、どっかしら分かればいいのにどうすればいいんだろうなっていうふうに止まってしまうわけです。じゃあね、こっから何をすればいいのかっていう話なんですけど、まあこっからが難しい。まあこの三角形 PQR っていうのは元々のね与えられた条件ではなくて、元々は正方形で与えられてたわけじゃないですか。わざわざ正方形 PQRS っていう形で与えられてるわけだから、どうにかして、まあ、この形をね、使ってあげられないかなっていうふうに考えてあげるっていうのが重要なね、ポイントなんですね。そうすると、まあ、この PQRS っていうのは34の2倍の丸68。で、残りの部分は33と13と、ここの部分っていうのは、この63から34を引くので、丸29っていうふうになるわけなんですけど、なんとかして丸68を求めていきたい。ここで考えるべきポイント、面積を求めるためには何が必要なのかっていうことなんですね。面積を求めるために必要なものっていうのが、これね、直角なんですよ。例えば、まあ、こういう三角形があった時に、ここに直角があることによって4センチ×2センチ、この2センチが高さに対応するんだなっていうふうに見ることができるわけですね。この図形の中に直角が、まあ、正方形ね、斜めにあるわけなんだけど、この直角を挟む2つの辺の長さが分かっている。そういう直角がないっていうのが問題なわけですね。そこからいろいろ試行錯誤してあげて、あとは BQ イコール QC っていう条件もうまく使っていきたいなっていうふうに考えていくことによって、まあ、次の解法にたどり着くと。この三角形 BPQ に着目しましょう。この三角形を点 P を中心に回転させる。この点 Q が S に移るように、まあ、PQ と PS の長さが等しいので回転させてあげると Q が S に、で B が T に移るとします。そうすると、まあ、BQ と ST が一緒。で BP と PT が一緒なのでここが6センチ。同様に三角形 CQR。
こいつも点 R を中心として回転させると、点 Q が点 S に動いて、点 C が実は点 T に動くんですね。この点 T っていうのが B と C がうまく重なる。その理由としては、まず BQ と CQ が一緒なので、まあ、ST の部分が長さが等しくなると。で、もう一つ重要なのが、この赤の角と青の角、この和が90度なんですね。180度から、この直角の部分を引くから和が90度。この赤の角っていうのがここに移って、この青の角っていうのがここに移る。要は、ここ足すここが90度で、うまく各 PSR、正方形の一つの角にはまってくれるんですね。こんな感じで正方形の角にはまって、しかも ST を共有するわけだから、長さが等しいわけだから、こんな感じで B も C も同じ点 T に移ると。これがね、非常に重要。で、もう一つ重要なことっていうのが、この三角形が何度回転したかっていう話。これって PQ が PS に移ってる。ということは、90度回転してるわけですよね。そうすると、BP がね、どこに移ったかっていうと、PT に移ったわけだから、90度回転してる。ということは、各 BPT が90度なんですよ。同様に、各 TRC も90度。あとは、RT と RC が共に2センチである。っていうことに注意してあげて、四角形 APTR に注目してみましょう。この四角形っていうのは7センチ、6センチ、2センチ、9センチと4辺が分かっていて、しかもそのうちの2つの角が90度なんですよ。とすると AT によって2つの直角三角形に分けることができますよね。しかもそれらの面積はどっちも分かる。底辺 7×6÷2 の21と 9×2÷2 の9。なので21たす9で30平方センチメートルというふうに求めることができるんですね。まあ、ようやく面積がわかる何かしらの図形がわかった。じゃあ、あとはこいつが丸いくつに対応するのかっていうことさえわかればいいんですね。まあ、それは、APSR が29、ここが33、13っていうふうにわかってるわけなんですけど、この PTS っていうのは、この BPQ を回転して持ってきたもので、ここが33、同様にここは13っていうふうになるので、29たす33たす13で、丸の75と。いうふうになる。よって、これが30平方センチメートルなので、ようやく丸1が 0.4 平方センチメートルというふうにわかるので、求めたい正方形丸68はって言われたら、27.2 平方センチメートルというふうに求められるわけです。今回のポイントは、面積を求めるためには直角が必要だっていうふうに考えて、いかに直角を作ってあげるか。まあ、これもね、かなり難しいんですけど、まあこれね、問題を作るのが、まあかなりね、すごいなっていうふうに僕は感じました。今後もね、こういった面白い問題たくさん取り上げていこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってしようっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。